20世紀の終わりに発見されたデジタル生命体、デジタルモンスター、略してデジモンは、ネットワークの中に存在するデジタルワールドに生息しているという。時として彼らは現実に姿を現し、人々に様々な記憶を残していった。友好的な生物として、そして人々を脅かす脅威として。だが、その記憶も時の流れが緩やかに薄れさせていき、デジモンは冬の終わりに密かにやってきた。デジモンは画面の中を自由に動き回り、時には話しかけてきたりする。そんなデジモンを君は、そして今、この瞬間、
電車の音は妙に匠やるぞダッシュメタル。手を出すな。よくやった。待って。足手まといどれもやれるな。ああ。あは。どうしよう。怖いよ。君を守りたい。
やめておいた方がいい。手を出すな。ああ。うわあ。やったね。デジモン。すごーい。見たことない子だね。ねえねえミチ、その子困ってない？そう。よろしく。
想要即时获取免费游戏的消息，只要在专业的 following 里选择 Cephas， 并订阅我们的 YouTube 频道，打开铃铛，你就不会错过任何最新资讯了。